よっしゃ兄弟やるもんだな。まるで三銃士みたいだな。二人しかいないけど。いろんなことあるか三銃士。俺は大好きなんだ。俺はアトスで、お前はダルタニアン。それでいいな。よし、時間がないぞ。俺たちはここからシアターに向かう。その後はお前はポリスに、俺はレッドラインに戻る。いいな。奴らが追跡を諦めてゲートを閉めるなんて、どうも不自然だ。嫌な予感がする。くそ。第5章内応答せよ、アンドレイ。どちら第5章内。トンネルの照明を落とせ。これで奴らは死んだも同然だ。了解。いやいや、一体何だ。少し様子を見てみよう。止まれ。奴らが光を嫌うから。よし、スパルタ、よく聞けよ。ここじゃ弾薬は役に立たない。だが奴らは光に弱い。奴らにライトを当ててやれ。いや、ライトの電源を切るなよ。いや、それがなきゃここは地獄みたいなもんだ。崩落だ。トンネルを爆破したらしい。銃弾が効かない何かが向こう側にいたってことか。待てよ。風を感じる。どこかに抜け道があるはずだ。アルチョム、手を貸してくれ。奴らを起こさないように気をつけろ。くそ、近くにいるぞ。待て、アルチョム、謝るな。ここは気をつけろ。大丈夫みたいだな。行くぞ。シャフトだ。高いな。よじ登るのはやめておこう。よし、エレベーターが動くことを祈ろう。いいぞ、発電機につながってる。クリア。ムッシュ、ご登場されますか。で、行く気はあるのか。なんだ、なぜ止まった。ブレーカーが落ちたのか。くそ、動け。しまった、気づかれた。やばい、ちょうど奴らの巣のど真ん中にいるぞ。くそ、大量に嫌がる。見つかった。アイテム急げ。つらい嫌がれ、この野郎。腹が見えるか。あれが唯一の弱点だ。奴らの殻は硬すぎる。いいか、アルシャム、もし奴らに手くわしたら腹を出してひっくり返るまでライトで照らせ。いいな、奴らは何よりも光を嫌う。さあ、ついてこい。サルミ、アル
んじゃない、やっちまえ、思い知ってけ。ふう、ありがとう相棒、処理はみんなのためにだな。ここだ。おお、高いな。うお、大丈夫だ、アルチャム、飛べ。行くぞ。ああ、またあいつらだ。持ちこたえろアルチャム、俺が何とか渡れるように。いいぞ、これならいける。アルチャム、アルチャム、抜くのを手伝ってくれ。同じようにやれ。乗り込め。さあ先に行け。やばい、中に盛り上がるぞ。アルちゃん手を貸せ。うん、あ、早く早く、もっと早くだ、行け。いいか、行くぞ。大丈夫か、アルチョム。来い、行くぞ。照らせ、あっちだ。行くぞ。どうだ、お気に召したか。あ、腐ったれ。おっと、オーケー、ここなら安全だ。ちょっと待て、明かりがないと困る。松明を作らせてくれ。よし、燃えろ。よし、行こう。消えろ、化け物。
電子ロックらしい。タイヤがこっちに。うわ、あっちゃ。よく聞け、ダルタニアン。ライトはあるな。このワイヤーをたどっていくと配電盤があるはずだ。ゲートに供給されていた電力が切れたに違いない。見つけたら充電器を使ってみてくれ。扉が開くかもしれない。いいな。さあ、心配するな。俺はアトスだ。剣で奴らを打ち倒してやる。素晴らしい、天才的だ。準備はいいか。よし。後に続け。もうすぐシアターに到着する。メトロの入り口は近いはずだ。だが短い距離とはいえ地表を進まなくてはならない。踏み出す一歩が最後の一歩になることを覚悟しながら。相棒、着いたぞ。暗くなるまでもう時間がない。大丈夫か。トンネルが崩壊している。シアターに降りるエスカレーターへは地表からしか行けない。まったく、こんな暗闇の中で見つかるのは絶対にごめんだ。
よし、ついてたな、アルチョム。ここにはレンジャーが住んでたみたいだ。多分だが。そしてレンジャーがいるところには、くそ、フィルターが足りない。なんとかやりくりしよう。俺たちは皆メトロの兄弟だ。なあ、そういう多機能の腕時計が欲しいよ。フィルターの残量がわかるんだろ。知ってるか、銃が効かない奴らがうろついてるって話だ。いろんな目に遭ってきただろうが、今度のは今までの日じゃない。アルチョム、覚えておけ。死にたくなきゃ一瞬も油断するな。わかったか。おお、すごいな。噂で聞いたことがある。街が炎に包まれた時、あの飛行機はモスクワに向かっていた。そう、そいつが衝突した建物、それがシアターへの入り口だ。氷が溶けてる。まるで春だな。おい、アルチョム、夏まで生きていられるかもしれないぞ。待て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 、どこかに地下道があるはずだ。レンジャーなら見つかりやすい広場を通るはずがない。よし、ここから下へ降りられそうだ。オッケー、太陽ともお別れだな。雲の流れが速い。すげえ、雨だ。雨、アルチョム、雨を見たのはいつぶりだろう。シキちゃん、こんな風にさらされたら生き延びられない。早く駅まで行こう。フィルターをチェックしろ。マスクの交換は素早くな。こいつにもうマスクは必要ない。気分が悪くない。慎重に進め。だが、この胸くそ悪い死の匂いがする場所にいると信じたくもない。光の方に出よう。中を見てきてくれ。どうした、血だらけだぞ。ショットガンを見つけたのか。いいぞ、役に立つはずだ。正気か。もう一匹だ。
敵に撃たれた。切り抜けたら次はどこに向かえば。飛行機を抜けられないか調べよう。ああ、噂で聞いたことがある。不思議なことが起こるとか。よし、開けよう。手伝うぞ。引っかかってるのか。どれ、いいぞ。いいか、アルチョム、この中では絶対に慌てるな。いいな。よし、行くぞ。こいつはマヨルカ島初の飛行機。旅行帰りの家族とかも乗ってたんだろうな。アルチョム、俺は海に行ったことない、飛行機に乗ったことない。まあ当たり前か。何か感じる。妙な感じだ。相棒、お前にも見えるか。アルジョン、あれは何だ。おいおい、見ろ、こいつらまだ生きてるぞ。来るぞ。奴らは2階から来るぞ。
シアターへの入り口だ。行くぞ、急げ、ついてこい、急げ急げ。こっちだ、こっちだ、行け、手を貸せ、早く、もっと来るぞ。さあ入り口を探そう。上だ、ここに行って。くそ、数が多すぎる、駅に知らせないと。エスカレーターに向かえ。さあ急げ、降りるんだ、まだ追ってくるぞ。開けろ開けろ、くそ、入れてくれ、早くしろ。一匹仕留めた。になっただろう。